い、ブスプさんです。はい、ブスはねですね、4月1日からバイトを始めるんですけど、私のバイト先が皆さん知っているファミリーマートで働いてます。で、明日面接があるんですけど、面接の時に履歴書を書かないといけないので、初めてのブスの初めての履歴書を書きます、書いていきたいと思います。令和2年の時ってこと、おとだし大体でいいよ、大体で。そんなの持ってこいって言われんけん。令和2年、うん、何書く？英検？英検？英検の正式名称って何だっけ？もういいいい、英検でいい。ダメやろ。いいいい、日本英語能力検定。いいいい、英検でいい。うん、あれで普通にさ、会社に、マジで会社に就職するとかやったら、うん、ちゃんと書かんといけんけど、うん、大丈夫かもないけど。バイトいいんかな、バイトでいい。うん、英検でいい。バイトでいい。これで、こいつ英検って会社って落とそうとか言われんけん。英検？三級。三級。いや、英語検定やけど。ちょっと待って、英語検定。せめて、英検って書いちゃったな。まあいい。いい、いい、書いてみる。いい、いい。高校生やけんよ。本当はせめて英語検定ね。それでは明日。面接、初めての面接、頑張ります。はい、面接に行ってきました。もう今日採用が言い渡されて、4月からお願いしますというふうに言われたんですけども、なんかその面接の内容の中で、いつもよく行くコンビニどこですかって言われたんですけど、まあ皆さん知っての通り、私たち一家は唐揚げくんが大好きですので、ローソンって言ったんですよ、正直に。そしたら店長が、うわ、何をなしかって言ってて、何をなしとローソンが結構コラボしているので、多分それで私がジャニーズ好きっていう話をしていたので、何を出しかって言われました。すごく気さくな店長さんで、教育担当の方とももうお会いしてご挨拶させていただいたんですけど、すごくいい方々だったので、すごく楽しい職場になりそうだなと思いました。ということで、4月からバイトを頑張って、ジャニーズにこれからも貢いでいきたいと思います。 See you tomorrow next best。 バイバーイ。2022年のメインパーソナリティ、15周年の平成ジャンプがいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。